はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあ反日自民党の話が続きますけどもね、河野太郎さんですよ。河野さんはさ、このなんかこれでも映像どうだろう、これ多分ねご覧になったことある人多いと思うんですけど、なんかねこの移民をどんどん増やそうね、この人はほら移民推進派じゃないですかね。だってかつては品太郎くん、そんな感じだったし、まあ今もそうでしょうけど、移民をどんどん増やすぞと、うん、永住権と、ね、日本国籍を与えて新しい日本人を作るとか言うんですよね。これいつの映像なのかな、これ最近のなのかな、でもなんか昔のっぽいんですけどもね、うん、内容はね、この河野さんが、移民の方々に永住権を取って、要はなんだろう、日本国籍を取って日本人になってくださいみたいな、新しい日本人を作っていくと。で、なんかこの比率、数字の話までしてね、1.76% 少ないと、4%、とりあえず 4% にするみたいな、まあ、映像の中でなんかそんな言及があるんですけど、もう堂々とね、日本壊しに行くんですね。すごいっすね。ね。だって、大臣ですよね。ひどくないですか、うんね、日本生まれ日本育ちの日本人のこの出生率とかをこう上げるとかっていう、そういう発想はないんですね。まあ、そもそも自民党がね、この少子化対策みたいなことを、ね、なんかこの建前っていうか、このセリフで、ね、このなんか選挙対策でこの公約に挙げた人とかもいたからさ、一応格好はなんかこの取り組んでる風ですけど、本気でやってないですからね、うん、やってない、全然やってないよ。うん、でむしろこういう考えだもん、手っ取り早く、うん、そっか、じゃあよそから連れてくりゃいいかって、で金ばらまいてんじゃん、うん、だからもう反日かどうかで言ったら、やっぱりこの自民党 もう党としてね、やっぱりこの反日政党ですよ。反日議員が多すぎるもん、やっぱり、うん、だからさっきのほらね、この高市さんとこの小西さんのね話もね、一応あの話ではね、このだってどっちが嘘ついてる、ね、どっちが捏造っつったらね、寄ってたかって、うん、あの嘘ついているやつらはね、嘘つきけしからんって言いましたけど、じゃあなんかこう高橋さんに総理やってもらいたいとかそう考えてるかって言ったら、そんなことは考えてないんで、うん、だから党としてやっぱりもう自民党はね、自民党こそがもう反日政党ですからね、うん、いやもう本当正体隠さないんですね。ね、うん、もう完全に反日売国じゃないですか、こんなのは。ね、うん、一番やらしたらダメですよね。うん、だって犯罪者だらけになりますよ。うん、てかもうなってるじゃん。ね。いやだから、ね、別にどうしても1億2000万、3000万の人口を維持しなきゃならない。なんでそこにこだわるんですかね。減ったら減ったなりのこのコンパクトな。ね、国、ね、でそれに合わせたこの政策、ね、行政でいいんじゃないの、うん、人口8000万なら8000万の日本やればいいじゃん、うん、なんでわざわざよそから、ね、もう共感価値観の共有も、ね、分かり合うことすらできないようなやつらをこの連れてくるのはなんでなので、普通にいい迷惑なんですけども、ね、当然これ河野さんだけじゃないですよね、うん、外国人参政権つったら、ね、この令和の、ね、例えばこの大石議員とか、ね、山本さんとか大石議員とかも言ってましたよ ね、うん、ね、国会で相変わらずこの牛歩戦術とか、何が戦術だよな、うん、税金使って遊んでんじゃねえよっていうようなことをやっておきながら、ね、うん、腹の中でじゃないな、もう堂々と言っちゃってるもんね、国籍の有無で人の良し悪しが測れるのかみたいな、泣きそうなぐらい悔しいですって言うんですよ、大石さんがね、うん、いや残念ながらね、測れちゃう状況になってんじゃん。だって聞かれて、だってあなただってこうパッて、頭にこの特にどこがそうかなって考えるまでもなく3つ4つ浮かびません？ああ、あそこだあそこだあそこね、うん、ろくでもねえなって。で例えばさ、このそうだから僕いつもこの反日勢ね、うん、反日かどうかで見ればね、もうすぐ正体わかるしね、
それが我々日本にとって正しいのか正しくないのかっていう判断もそこで測ればもうすぐね判断つく。でしょ、なんでかって言ったら正体全部ね全て一緒だっていうふうに言ってたじゃないですか。その一つのこのなんか分かりやすい例がまた出てきてね、またこれモーリー・ロバートソンさんとか、要はこの、まあこの人個人がっていうよりもね、まあマスコミテレビア連中ね、やっぱり反日マスコミ界隈じゃないですか。うん、まあこの人は番組とか局にとってね、この都合よく反日要因として使われてるだけなのかもしれないけど、でもなんかツイッターのこのツイートの内容とかね、まあ、見させてもらうと、もともとなんかそういうね、うん、あの考えの、ね、そういう人なんだな。そう、だからやっぱり結局正体みんな一緒で繋がっちゃうんですよね。なんつってるかっていうと、モーリーさんがね、これから新たに日本国籍取得することになる移民を含め、在日外国人には生活保護、健康保険、軽減税率など様々な優遇措置を施さないとな。日本の多様性のために我慢してもらおうか。この我慢してもらおうかっていうのは我々日本生まれ日本育ちの日本国民ですよね。うん、まあ、そういうやつなんですよね。もう本当正体隠さないですよね。だからマスコミなんかこういう人間を使って、うん、まあなんだろうな、世論誘導の一つですよね。うん、で例えばこの外国人なんかやっぱりなんかね、あそっか日本が遅れてるのかみたいなこの錯覚する人もまだ一定数いるんじゃないですかね。例えばこのなんかね、イタリアのあるなんかこのマスコミの、まあ、記者ですかね、こんなこと言わせるんですよね。日本は不法滞在の外国人らに対して残酷だって言うんですよ、うん、え、じゃああんたん国イタリアではどうしてるか。当然このこういう人はね、いや分かってて言ってると思いますけど、イタリア政府はね、不法入国者は強制送還してますから、そんなもんですよ、うん、まあさすがにこの後あなたがまるっと騙されるわけはないと思いますけども、じゃあさっきのなんかね、この国籍でねどうこう判断するのはひどいみたいなことを大石さん言ってたじゃないですかね。まあちょっとわざとこの間開けたんですけど、もう浮かびますよね。ね、中国とある半島のあの国ね、南北両方ですよ。で今だったらベトナムもそうじゃないですか。じゃあ例えばこのベトナムの人ね、グエンさんたちね、もう連日でしょ、ニュースに上がってこない分含めたらもう毎日だよ、毎日日本全国どっかでだよ、うん、え、そうじゃないですかね。もうだって逮捕してもね、不起訴処分でもうなあなあにしちゃうって、もうだから立法行政司法が狂ってるって話はもうずっとしてますけどもね、それでもおまわりさんも仕事だからと捕まえるじゃないですかね。不問ですからね、なかったことにされちゃいますからね、ひどくないですか。うん、で例えばこのねベトナムの人ね、また逮捕されました、ね、多分これ不起訴処分じゃないですか、ね、ウイスキー万引きしたんだって。いやでもこんなのね、あ、こんなのって言っちゃいけないですよね。被害に遭ったお店ね、この会社があるわけですから。うん、いやもうなんか本当ね、だからさっきからもう自民党、だから自民党、与党も野党も関係ないですよね。全部反日政党だし、反日議員どもばかりだしね、あの手この手使ってね、国会議員もそうね、このまあだからもう自治体ね、この役所ね、立法も行政もね、で司法もですよ、もう寄ってたかって日本壊しにかかってますからね。うん、っていうのはもうだって見たまんまじゃないですか。でも移民をね、どうしてもっていうんだったら、その労働力云々っていうだじゃなくてね、それだけじゃなくて、よそからこのね、うん、金ばらまいて、ね、この連れてくればいいっていうね、うん、まず短絡的だし、そもそも、ね、人数合わせ云々じゃなくて、もう日本を、だってもう新しい日本人作るってはっきり言いましたからね、だからもう反日勢にとって都合のいい日本社会に作り変える気なわけですよ。うん、だから日本生まれ日本育ちの日本国民なんか多い状況は邪魔なんですよね、彼らにとっては。もうドストレートじゃないですか、まさに壊しにかかってるわけでしょ、うん、だって本気でじゃあどうにかしなきゃいけないなってなったら、まずやらなきゃいけないのは日本生まれ日本育ちの日本国民どうすれば増やせるかなって、そっちじゃねえの。そっちはもう早々にさ、ね、もう諦めてというかね、諦めたじゃないですよ、そもそも取り組んでないんですからね、言ってるだけで、うん、で結局これもねつながる話なんですけど、例えばね、LGBT とか同性婚とか、あとそのなんだっけな、選択的夫婦別姓とか、
ね、あの辺なんかもやっぱり結局この反日勢のっていうところで全部つながるんですけども、例えばね、これも世論誘導を仕掛けてくるんですよ、ね、なんかこのマスコミの、ね、産経を今回使って、ね、18歳から29歳、ね、この同性婚賛成 91% って、ね、ぶち上げてくるんですよ、うん、ってなことをやりながら、ね、じゃあこの少子化対策ね、うん、これはあのひろゆきさんがこの指摘してたんですけども、いやこの有権者、ね、この一票を投じる、ね、この有権者がそもそも少子化対策、ね、真剣にこの望んでいないからだと、うん、日本人の3割は年金受給者で、まあ、要はもう完全に高齢化じゃなくて高齢社会じゃないですか。例えば70代80代の、ね、有権者の人、まあ子育てっていうから、まあ、女性子育てに重点的、ね、それも大事かもしれないけど、ね、あんまり関係ないと。まあ、それはそうですよね。自分のこの年金受給者だったら、ね、やっぱり年金の、ね、支給額の方が興味ありますよね。うん。子供のために使うかわからないでしょう。ね、母親がだけどって。だって、この人たちだって、ね、若かりし頃は、やっぱりこの子育てしてた世代ですよね。うん。なんかこのね、注力するところがやっぱり違いますよね。うん、ね、さっきのだってこのコオロギの話もそうですけども、ことごとくこの反日勢ってやっぱり日本社会のなんだろう、このいろいろ問題もあって課題もあってね、この順番に解決していかなきゃいけないね、このなんか少子高齢社会、ね、少子化対策だって結構優先順位は高いはずですよね。で、割かなきゃいけない人も金も大きいし、多くなきゃおかしいですよね。うん。でもそんなにがむしゃらに何が何でもっていうなんか真剣さみたいなのって伝わってきます？あんま感じないですよね。で、突然出てきたコオロギの話とか、ね、ふざけんなって思いますけども。うん。だから日本国民の、だから日本人の割合下げたいんですよ、反日勢は。だから全部つながるんですよね。だってあのコオロギだって体に悪いの知っててやってるんですから。うん、日本人減らしたいんですよ、ね、日本人に長生きして、ね、日本人にこのね、なんだろ う, こう国民のなんていうのかな、割合を日本人率っていうのかな、日本率っていうのかな、ね、下げたいんですよ。だから具合悪くなってほしいんですよ、うん、なんか新鮮な、ね、この新鮮で安全なね、この魚だったり野菜だったり、ね、この牛乳だったり、そんなもん口にしてほしくないんですよ、政府反日勢に してみれば。もっともっと平均寿命も下げたいし、頭数も下げたいし、うん、じゃなくてその減った代わりに、ね、もっともらしい理由つけちゃ、ね、うん、反日勢にとって都合のいい、だからもうまさに反日勢を増やしたいんですよ、うん、ね、最悪でしょ。うん、だから全部正体やっぱ一緒ですよ、うん、明らかに、ね、我々日本国民の敵が仕掛けてきてるんですよ、あの手この手使って。どうにかして止めないとね、うん、ということで、今回以上でありがとうございました。ではまたごきげんよう。